柱ですね、はい、星の八海岡間池あの撮影してる時ちょっと青いのがもうはっきり映ってたんですけどね、もうちょっとだんだん青くなくなっちゃったな、ね、ありがとうございます。よいしょ、めっちゃ深いんですよこれ。あ、ちょっと青いの分かるかな、ね、めっちゃ深いんですよ、はい、ピロピロ今飛んでるのは虫です、はい、虫です、虫です、何の虫だか分かんないけど、はい、でもさっきの収録の時にね、まあ、とにかくやったら早いんですよ、ピューって、うん、龍神さんはあの分かりやすく登場していただきましたけど、はい、結構気使っていただいて、はい、その辺もね、僕らにほら本当にサインをね、はい、気づきのサインをあのもうね与えていただけてるんで、はい、ね、そうだから今ほら明るいからね映ってないけど確実にいらっしゃいますんで、はい、この波動は、はい、ビシバシ感じておりますんで、はい、またね皆さんでね、お参りをさせていただきたいと思います。ありがとうございます。よいしょ。綺麗でしょ？だから、あれですよ。その瞑想のイメージにドンピシャじゃないですか。瞑想のイメージはこれなんですよ。フラットな水。はい。瞑想の時にこの水面のイメージ持たれるとね、いいかもしれないですね。はい。ほら。波風立ってないでしょ、はい、昨日のお月さんも水面が波打ってると映らないんですね、はい、なんかすげえかっこいいなまたかっこいいこと言っちゃったそうだから水面がねフラットで波が立ってないから綺麗にお月さんね映るわけだし、うん、ね、またね、ちょっとあれかな、さ、洗いたまえ、清めたまえ、噛むながら、くしみたまえ、咲きあいたまえ、洗いたまえ、清めたまえ、噛むながら、くしみたまえ、咲き合いたまえ、払いたまえ、清めたまえ、噛むながら、くしみたまえ、咲き合いたまえです。ありがとうございます。しおる姫、つなぐ姫旅、僕らは幸せにしかなりません。ありがとうございます。水ですよ、水、清らかなお水、姫様のお水です。だからあれですよね、うん、本当にもう物質文明からもう本当いよいよ精神文明に移行するんだなっていう気もすごいするし、僕らはもうその時代にね選んで生まれてきてるわけだから、そう、あとは今のこの時点でね、とどまるか先に進むかっていうそんな感じだと思いますけど、はい、まあ、当然地球占領神丸は全速前進で先に進ませていただきますんで、
ありがとうございます。ね。ふーふー。あ、そうそう、ピラミッドとかもね、そうそうそう、そんな感じらしいですよ。今のは分かったでしょ、今のは分かったでしょ、下から上に行ったのね、うん、出てくれましたね、はい、ありがとうございます。少し、ね、おリオさんにありがとうございます言ってない、みんなで、そした大事なこと忘れてた、大事なこと忘れてたね、ちょっと皆さんでね最後にありがとうございますって、はい、お伝えしましょう、よいしょ、大事なこと大事なこと一番大事なことね、ことの葉をありがとうございます、今ある幸せにフォーカスしてください、はい、ご飯も食べれてます、寝る家もあります、たくさんたくさん幸せです、はい、ではちゃんとあれしよっか、最後にね腹痛まえ、はい、チーナをねみんなでやりましょう、僕らみんなで幸せです、いきます、三礼です、洗いたまえ、清めたまえ、噛むながら、くしみたま、さきあえたまえ、洗いたまえ、清めたまえ、噛むながら、くしみたま、さきあえたまえ、洗いたまえ、清めたまえ、噛むながら、くしみたま、さきあえたまえ、ありがとうございます、僕らは幸せにしかなれません、よいしょ。